日付が左上に出ています。2024年3月2日、時刻は夜中の3時13分。まあ3時前ぐらいに一回起こされて、お手洗い行った後、で、その後、スマートフォンに、状況、思い当たるところを、記録しています。で、その時の、まあ、この時間帯に、まあ、起こされていたんだなっていうことをさえ分かってもらったらいいです。あとは、喋ってる証言を聞いてもらって判断していただきたい。で、今日の朝も本当は晴れてたんですけどね。よく光が差し込んでいて。もう、だけどもう朝から、晴山整骨院の奴らが起こしに来たりだとか、大きな声でね、挨拶という形でね、無理やり、こちらを、腹立たしい思いにさせようとしてね、やめろって言ってることをいつまでもしてくる。建物の中に入って喋ったらいいことをずっと言ってくる。で、挑発行為も言ってくる。さらにそこに検察庁機能とかがついてきて、以前どういうふうな形の文言で喧嘩を打ってきてるかっていう音声まで聞かされてるから、もう大変本当に朝からもうすごくストレスが溜まる。まあ、まずは夜中起こされた時のその内容を聞いてもらったらわかります。まあ、順番に一つずつ聞いていってもらったら、まあ、こちらの状況は分かってもらえると思いますよ。一応今喋ってる音声を、収音しました。で、その後の内容を明確に聞こえるものは多分こちらだと思いますので。2024年3月2日夜中の3時。睡眠薬なしで昨晩、ワードビデオサテライトを見てる途中で、テレビの電源を切って寝て、で、3時前に起こされてるんですけども、最初聞こえてきたのは電波の上、夏美の声で、結婚記号相手は佳子様にしているから、それを思い出して呪いが切って、今度電波で佳子様の声で、いや、呪いが来るからっていうことをおっしゃられた声が聞こえてきている。佳子さんを起こされている可能性がある。で、こちらが考えたのは、今日は土曜日、おはよう朝日に斉藤真美アナウンサーが出る。斉藤真美アナウンサーが起きる時間帯、出勤前に。それが3時ぐらい。で、その後、昨日買い物行って、横、もしかしたら元西武ライオンズの和田さんらしき人物ともう一人の男性と横をすれ違った可能性がある。で、その後買い物行って帰ってくる時に、鳥貴族の前で山本キッドのりふみさんともう一人よくわからない男、山本キッドのりふみさんかなと思ったんだけども、正直やっぱり違うかなと思って、あとタバコ吸ってるところが、ちょっと怖かって、声をかけるのやめとこうっては思いましたね。で、まあそのまま無難に家帰ってこようと。で、帰ってきて、多分いたのは大和木とのりふみさんっていうのは、先ほど今度プロ野球がその議員で夜中の3時に起こされてるんちゃうかとか、まあそれも考えましたね。正直阪神・淡路大震災の後、フルーツ・ラ・パーク関係下で、野茂英雄さんがメジャーに挑戦、それからイチローさんが行っている。で、それまで日本人は誰も海外なんか行かなくなっていた。ほぼほぼ。まずない。で、それ多分起こされるからだと思う。ただそこはプロ野球界で何とかしてもらうとしても、一瞬格闘技のことも正直考えましたね。海外でその試合をしてる人の時間帯、アメリカとかだったら、ヨーロッパとかだったら、ちょうど真逆の時間帯、ブラジルもそう。
可能性はある。で、それに山本銀太の井文さんが昨日私の横で待ち構えていて、で、それを思い出されて、山本木と乗り藤さんも、起こされていて、209号室から山本木と乗り藤さんの声で、大きな、音付きで、ドン、ドンっていうものすごい大きな音で、まあ何か声が聞こえていた。ちょっと大変を取り越して、これちょっと、まあ、今、富永神経クリニックに通ってるんですけども、いや、これね、まあ、とりあえず睡眠薬出して寝させてもらうしかないと、まあ、こういうふうな状況ですね、こちら。で、大体の状況、多くの人間はこれ知ってもらうしかないと思う。だから、要因を一つ一つやっぱり消すしかない。だから、昨日だったら、鈴木誠也選手などが報道ステーションなどで出てきている。時間軸、試合、昨日の時間軸とかを調べてみてどうかっていうところ、今日の時間軸。やっぱりテレビ見た後繋がってるんだと思う。だから、斎藤真美アナウンサーに関しても、おはよう朝日ですに関しても、最初は全くもう気にならなかったし、いなくなったはずだと。おはよう朝日ですから。もう昔以前の名前がおはよう ABC だったかな。まあなんせ、放送が朝の6時だったはずで、こんな時間に起こされるわけはなかった。まあ6時ぐらいには起こされ始めた年末ぐらい。起こされたから見たのであって、まあ、今度は撮影しながら、それはそれでいろんなことが分かりました。結婚相手を誰かっていう、希望相手を誰かっていうところで、内容を聞いたときに他の出演の、男性アナウンサーや、まだ他の出演者が言ったとしても、それで切り替えられて、河合圭介の心の声が斎藤真美アナウンサーに、届いていない。それによって斎藤真美アナウンサーは重要なことをこちらが述べてるのに、例えばエネルギーの残存量問題とかね、ゲラゲラ笑ってる。それでちょっと上虚意してるようにも見えるし、正直腹も立ってしまう。まあ、シャンプーハットという芸人二人が出てますけども、男性芸人。いや、こうなってくるとね、誰要因かわからない。この間、シャンプーハット二人という芸人の人たちに、まだ二人ともテレビ見ながら笑わない状態はかなりセーブされている。で、河合圭介からのエネルギーの残存の問題、こうこうこうっていうことを、新しい情報とかを伝えたときに、斎藤真美アナウンサーの反応の仕方、やっぱり二人もそれ、僕からの内容聞こえたときに引いてる。笑いっぱなしになってる。その斎藤真美アナウンサーは、もうだいぶ前からそう、何年も前から。で、他の人の女性の声でテレビを見てる人か、現場のスタッフかが言ってくれてる。多分裁判官の、女性裁判官じゃないかな。上戸彩の顔がちょっと混ざってた時、斎藤真美アナウンサー。で、それは番組中に上戸彩と女優の、だいぶ前ですけども、会って話をした後、ですね。で、その女性裁判官の声は、ちゃんと事務に戻ってくださいと。あと、それと、仕事中ですよっていうことで、とにかく笑いっぱなしになってる。ただ、それはなんか、正直、自分の人生を切り売りして笑ってるんじゃないかな。とも見えますね。本当は多分斎藤真美アナウンサーも結婚してない。もうかなりその
とにかくテレビで嘘をまず放送しないような形になるし、今までの意見を謝罪して、早朝番組をまずなくすべき。で、あとプロ野球選手も全員西海岸にお引っ越し。で、正直、あとは、サッカー界はどうなんやろう。これ、キリなくなる、本当に。正直。これ無理や。で、富永神経クリニックに、2月26日に行くと言われたのが、来るんちょっと早くなってないかっては言われたんですよ。それ多分ね、その先生間違えてる。診察に来た時間帯のことを電波でその人が聞こえてきて言ってる可能性があるっていうのは、前、富永神経クリニックに行ったのは、例えば年末だったら、12月の29日かな。基本的に1ヶ月おきに行ってるから、正直なんかみんな誤作動を起こしていて、それに気がついていない。その早朝番組に関して起こされていたのも、もともとは結婚話で進んでいたのは、僕と同世代の人間でいくと西尾ゆかり、ズームイン、もうその番組なくなりましたけど、あとは高島屋とかが目覚ましテレビ、高島屋だけじゃなかった、他の出演者も結婚話してる人間が何人かいた。で、赤井珠緒さんももともと本当は早朝番組、朝の8時からの方だったんだけども、一番最初は朝の5時半かそれ6時かそれぐらいの番組。赤井珠緒さんは関西のアナウンサーで、もともと淡井圭介とフルーツラパークの前にも会ってる可能性がある。港川中学校の近くに女子大があって、そこでちょっとだけ会話を交わしてるような気がする。道通り過ぎた時に。それから、女子アナウンサーの道へ歩んでるような気がする。仮設住宅に住んでる時には、仮設住宅に来てる西尾ゆかりにしても、赤井珠緒アナウンサーにしても。他にも誰か来てた人間いたんちゃうかな。赤井珠緒アナウンサーはちゃんと結婚話をしていて自宅に来たっていうケース、まあとりあえずまず様子を見に来たと。その当時は大学生だから、だいたいみんなその大学生や高校生のうち、もしくは小学生のうちから来た人間でハマり込むのが大学卒業してからだとか、ほとんどの人間はそれ、みんながそれ言い始めるとどうなるかって言ったら、結婚話した人間が積み上がっていく。で、特に子供を連れて来られることには無理があるんですけども、安藤美希とかの名前を淡井圭介が考えた可能性がある。それは実は皇室の秋篠宮家の眞子さま、佳子さま、親戚が鳩子が真鍋香織なので、真鍋香織のマナ、マナという字、そこからマコ、それと佳子さまは良い子という子で、佳子なんですけど、これは皇室の方で、そこそこ年配の方で、別に大昔の方ではなくて、佳代子という方がいました。良い世の中の子ということで、佳代子。まあまあ、非常に良い名前でもあるし、まあ、そこから、佳子様という名前かもしれない。悠仁様に関しては、
悠久の風というところから、悠久の悠久しと書いて悠人様。淡井圭介が子供の頃に漢字の辞典をこう毎日学校から帰ってきて来たらこう眺めていて、そこから良い名前は作れないかなと。で、まあ父親も未来からの声とかで教えてもらっている部分があって、それは1985年阪神タイガースが初めて日本一になった時に、確かその頃が初の日本一なんですよ。で、末広という、ステージ専門店で働いていて、阪神タイガースの人たちが食べに来てくれにいた。まあそういったところから、その当時から遊んではならないルールが淡井圭介にも当てはまっていたし、父親にも当てはまっていたっていうのは、弟の出産が、2月の、10日だったかな、それぐらいに出産だったんですけども、記憶おぼろげになってきて、まあ日付ははっきりしないんですけども、まあとにもかくにも朝の6時ぐらいに出産してるんですけども、まあその子供ができたっていう部分とかもあって、で、まあ家では僕は朝から家族の朝食を作ったりだとか、当時僕は小学2年生ぐらいだったと思いますね。だから遊んではならないルールとかもある程度ハマっていて、家族でリレー方式を使ってたと思いますね。こっからここの時間帯は僕は遊んでないんだとか。まあそこから深く本当は関わっている。で、K1 とかに関しても、阪神淡路大震災の前から勝ち負けある程度関わっていますね。具体的な方法、頭を貸す方法とか教えてもらって。で、佐々木選手とアンディ・フグ選手の名勝負だとか、基本的に、K1 の成績見たときに、プライドもそうなんですけども、背の低い人が比較的にヘビー級でも勝ってる。ヒョードル選手、183センチぐらい、ヘビー級ではかなり体小さいです。アンディ・フグ選手も180センチ台。まあ、白血病ということで死んだことになって、まあ、抜けた方ですけども、やっぱり接触することによって、もう一度いろいろ関わらされてるんですけど、ただ僕の場合は、際限なく幅が広い。で、多分、勇気を持って山本キッドさんですかって聞くべきだったかもしれない、昨日の晩。山本キッドさんに関しても、今日夜中3時過ぎとかに起こされて、まあ多分本当に腹立ってると思う。もうちょっと勘弁してくれよって。で、これも全員同じ。佳子様も同じだし、宇賀夏実もそうだし、斎藤真実もそうだし、今まで結婚話した人間に関して、正直、僕は心の中でうんぬんでっていうところもあるし、テレビを見ることによって、やっぱり瞬間的には一生好きになった人とか、まあそれ相応の、心ある対応とかがあって、まあ喧嘩とかもあるんですけども、テレビの番組を通してですけども、それでもちょっと乗り切ってますね、今。それを言った瞬間。
とにかく夜中に呪い持ってこられて起こされるのはこれはっていう分ありますね。まあ、ちょっと心配なのはこの時間帯でしょう。夏にもこの時間帯に起こされたとしたらこれもちょっと耐えれんでしょう。このシステム自体を国連が見直すしかない。で、前から何回も言ってる。海外にいたメジャー選手に一人一人担当者つけるしかない。西海岸だったら、一応昼間の試合とかでも西海岸で行われてる試合に関しては日本時間の朝の8時か9時くらいから試合開始されます。ナイターは、11時ぐらい。2時ぐらいには終わります。昼過ぎの14時ぐらいには。そのために、アメリカも考えてくれて、ピッチクロック制度を導入して、ピッチャーが早く投げるようにして、試合時間が3時間以内に終わるように、ほとんどの試合が。設定してくれてます。サッカー界の場合は一番最初に海外に行って活躍し始めたのは三浦知良さんのやつですよ。キングカズって呼ばれている。で、私が高校1年生の頃1992年ぐらいですかね。J リーグが開幕して華々しく。試合があるときは、全国放送のうち4つぐらいが、19時から21時までぐらい、だいたいそれぐらいの時間帯、J リーグの試合。もうちょっと極端すぎてびっくりしますよ。その後、サッカー留学ということで、海外に行く人たちは多数出てきてるんですけども、兵庫県出身の岡崎慎司とか、香川慎司。岡崎慎司は、イギリスの最下位に低迷してるチームを優勝まで持っていってる。その時間帯は、私は起きていた時と多分ハマってたと思う。ゴルフの松山英樹と錦織圭選手を世界ランキング1位まで持っていこうとしてましたから。で、事実それまで日本のプロゴルファーで世界ランキングその1位までたどり着いた人間はいない。テニスもそう。そんなに大したランキングまで行ってない。だけども、昔、伊達公子さん。最高世界ランキング、一瞬だけ1位まで行ったかな。で、2位までは絶対行ってると思う。伊達公子さんは淡井圭介と結婚話しに来た方。まあ、ただもうメジャーリーグに関しては日本人だけ選手だけじゃなくて、サミー・ソーサ、マグワイア選手、あとはバリー・ボンド選手。淡井圭介の頭の中だいぶ使用してる。で、300投手、その後、フルスラパークで会った後、会ったと言っても向こう英語で、こっち側片言の、こっち側日本語で、片言の英語で、特別会話を交わしたかどうかわからないんですけど、フルスラパークのバーベキューコーナーに来てましたね。300勝投手、ランディ・ジョンソンともう一人誰かですね。300投手っていう人は、300小投手っていう人は、まず現れない。中4日で投げるしか、絶対その数字は到達しない。それもめちゃくちゃ勝ちまくらないと。で、残念ながらバリー・ボンズ選手の話に関しては、淡井圭介のお金を渡さないで、ボンズっていうアニメ会社と、ボンズっていう飲食店が、作られていて、まあ、アリの仲間に作られていたボンズっていう飲食店に関しては、
10年経たずに倒産してます。飲食業甘くない、店出しすぎ、この辺どう考えても過剰競争。潰れてる店舗はいっぱいありますからね。西宮インターチェンジの近くで、餃子の王将、要するに僕の家から歩いて行ける範囲のところで、まあ、潰れてる店は結構多い。その近辺に住んでるものでも、どこそこにどういう店があったとか、もう忘れてしまう。ガストとかもありましたけども、西宮町、山口町かな。そこも10年ほどで倒産。で、あとはジャパンかな、ドン・キホーテかな、そういう名称のショップがあったけども、そこも閉店してますね。で、特に和田さんらしき人物に関しては、今、電波で繋がれて起こされているようなことは、聞こえてこない。だからまあ、繋がってはないとは思うんですけども。元西武ライオンズの和田さんだと思われる人。その人は、一緒にいたもう一人の男性が、本当は俺らだからっていうことを、悪意なくね、まあ、ちょっと僕を気遣うような形で言ってくれてるんですけども、それがなかったから、多分山本キッドのりふみさんも、巻き込まれてる。だと思うんですよ。正直声かけづらいですね。昔、正人選手は、2007年、フルーツラパーク勤務時に、岡場駅の、その当時、送迎バスがまだあったんですよ。長年、もともと送迎バスは岡場駅に来てたんですけども、従業員用の。そこでね、バス待ってる時にタバコ吸ってる男がいて、で、駅に、タバコの吸い殻入れがあったんですよね。で、正人選手に言ったのは、まあ、タバコ吸うんだったら、まあ、この辺で吸っといた方がいいと。で、間違ってもポイ捨てするものじゃないと。それは大人のすることじゃないから、ちゃんとここに、タバコ、捨てなあかんよっていうことを、まあ、僕から言い始めたと。で、相手がその、正人さんっていうのは気がつかなくて。で、まあ、後から調べたら、正人さんの方が僕より2つ年下だから、本当は僕の方が先輩。で、スポーツの勝ち負けでも昔、まあ、こちらから対応するような形で、正人選手、世界チャンピオンになれて、4500万円という賞金を手にしている。まあ、だからどちらかというと、正人選手なんかは、まあ、心の声とかもそうですけども、うん、まあ、僕と仲いいですね。その、僕からの心の声に対して、まあ、画面カットされてますけども、反応して、まあ、あれこれ、言ってくれる。まあ、正直、格闘技選手とかで仲良くなるっていうのは、昔の、試合とか一緒に YouTube で見たりとかして、あの時こうでしたよね、ああでしたよね、っていうようなことを。朝の9時台です。まあ、車のドアの音。で、この後50秒ぐらいも結構大きな車のドアの音。一応ボリューム最大にしてるんですけども、正直、まあ、家の中からだと、いや、家の中で、その、すごく大きな音で聞かされてるんですよ。だけども、この集音機能がとても低いので、やっぱり大きな音で拾えていない、現実的に。
先ほどヘッドホンしてた時は聞こえたんですけどね、音声とかもその前に違う音とかが聞こえたりしてたかもしれませんけども、家の中で先ほど電波で、この天井の方から、電波の音で攻撃されたような、音は聞かされていますね、先ほど。で、次、37分ぐらいに、春山整骨院に来ている介護職の人間が大きな声で挨拶など、して、今、おはようございますっていう声が聞こえたと思うんですけども、これがね、ものすごい大きな声ですぐそこから言われてる。で、今、聞いとったような、小さいような、音じゃない。で、毎日毎日これやられてるとどうなるかって言った。あと、他にも、喋り声とか、ちょっとね、しっかりと集音できてなくて、分かりづらいんですけど、ボリューム最大にしても。で、これがもう毎日続けられると、もうかれこれ十何年間です。で、もともと2003年に何回も言いますけど、建物は解体してるんですね。で、裁判所の判決があって、で、全体的な内容として、そのことも、そこで勤務してる人間に伝えてる。で、この間、報道ステーションで、岐阜県の町長の人の、話、他の報道番組でもセクハラ問題ということで、テレビで放送されてたんですけども、その内容今まで何回か見たことあるんですよ。で、それを粟井圭介の件に見立ててなのか、それと春山整骨院云々のところ、2007年フルーツラパークのバーベキューコーナーに、そこの介護職の人間が来てるんですよ。で、もともとその人間は介護職の人間かもしれない。で、裁判所のその裁判番号や、判決などの、内容、記録は残りますけども、基本的に挙げた書類、様々なものに関しては5年間で、処分されると。で、そういった内容の中で、その処分間近の時期になって、で、2010年ぐらいにもう一度建物を建ててる。で、その裁判番号自体が、多分ね、その当時、2001年かそれぐらいの頃には判決が出てたと思うので、解体自体は2003年に行われているんですよ。私が、ナルトルネッサンスリゾートホテルという徳島県のホテルに勤務しに行ってる間に、建物の解体、音うるさいから、その間に建物を解体してたはずなんですね。で、朝から全体的にこの状況を考えたときに、この岐阜県の町長の人の話のそのセクハラ問題も、一応家の中からの、その、ヘスタホームって言うんですけども、防犯カメラ、それでテレビの内容とかも撮影してたんですけども、音声が非常に悪い、集音の仕方が。で、何って言ってるか、テレビの放送してる、あと画像も、全然変です。白黒になったり、カラーになったりだとか、テレビの画面がじゃなくて、その防犯カメラの方が、そので、意図的に電波的な何かで、そうされてるみたいですね。外を撮影しているときに、まずそんな現象は起きません。で、それがテレビ局の、映像流出に対するブロックなんでしょうけども、それが世間をややこしいことにしてる。で、その、セクハラ扱いをされていたその町長の人が最終的に、僕はどういうふうな目に遭ってるかっていうのを聞いたときに、もうすごい大泣き、すごく泣いてる。もう、こう、人目もはばからず、こう、涙拭って。で、そこで、その2007年のね、僕の心の声からの内容が、以前と同じ VTR であれば直接喋ってる内容かもしれない。で、そのバーベキューコーナーに来たそいつによってもう一度立てられてるって、多分それで合ってるか、多分そうだっていうことを、その人は言ってくれてるんですけども。あと、この結婚問題とかでも、ものすごくストレス溜まるのが、その、粟井圭介に直接会おうとしない、話し合いをしようとしない、で、裁判にしようとしても邪魔される、で、結局解決不可能になるでしょう。で、多くの者が結婚できなくなるルートを、たどる仕組みになってる、根本的に。
で、なぜ各自がしっかりと電話しないのか、淡井圭介が記憶を保持してるときにですよ。で、お互い質疑応答しなかったら、ややこしいことになると。で、自分が同じ目に遭わなかったら、どれだけややこしい目に遭ってるか、これがわからないでしょう。これでね、外を歩いてとか、今歩いてとか、そういう電波が聞こえてくるときありますよ。で、それで歩いたら遭遇するかもしれない。で、その時にその人物はきっちりと対応しないんだったら意味ないんですよ。そもそも。歩くことに対してね。横通り過ぎるだけだったら。で、あともう一つ言うのであれば、どこからどこまでが、遊んではならないルールで、私の近辺まで来るのかどうか。一応、佳子様は、心の声の方で、電波を通して、私に、このままついてきてくださいっていうのを3年か5年ぐらい前の頃に言いましたけども、それまでのいきさつも、を考えても、かなりしてることに結局無駄がある。電話で話をすればいいのにっていうところ、まあ声とか最初言われたとして、その内容を信じれるかどうかは、そこのかかってきた電話番号に電話をかけて、で、まあ裏付けっていうものをしなきゃならないことにはなると思うんですけども、結局、遊んではならないルールのところでね、YouTube の動画とかを見たときに、何か遊んだだとか、そういうふうな形に抵触して、その日会えなくなるんだったとしたら、そもそも、先ほどのその牛犬の、町長の人の動画を探そうとできなくなるじゃないですか。そしたら、どんどん何もかもが自分の身の潔白だとか、そういったことを立証できなくなる。この人が、聞いてきた内容とか言ってくれるかもしれない。で、まあ先ほどもね、車が春山整骨院に来てる音とかするんですけども、その音を、車の音を聞いただけで、はっきり言って私は不愉快なんですよね。ストレスがたまるのと、あと、精神的にやっぱり萎えますね。裁判頑張ろうだとか、そういうふうな方向性で頑張れなくなる。で、それは、最初の方の、2024年3月2日の夜中の状況を聞いていただいたらわかると思います。これは精神病院のお医者さんもしてもらわなきゃならない。これは統合失調症とかそういうことじゃなくて、最初から、いろんな部分で無理がありすぎる。で、まあ、心当たりのあることを夜中の、YouTube じゃ、スマートフォンに向かって言ってますけども、3時過ぎに。例えば昨日だったら、淡井圭介の横を通り過ぎた、まあ、男性2名いたんですけども、1人は、元西武ライオンズの、和田さんかもしれない。一応、まあ、4番打者とかも務めて、その当時は有名だったんですけども、やっぱり、長年経過してからだと、姿を見てもわからない。まあ、その人だっていう保証は全然ないんですよ。確認したわけじゃないですから。で、買い物行って、その帰りに鳥貴族のところで、山本キッド則文さんかなと思われる人を見かけたとしか言えない。で、これをいちいち毎日その人たちに確認をしようとすると、大変なんですよ、こちらが。もう毎日、日々生活できない。朝からこの状態だから。これよりも、動画の確認だけで、朝の9時からその10時までの動画をずーっと再生して、ヘッドホンつけて、何分ぐらいに声を、春山整骨院のやつが声をかけてきただとか、そういうふうなことをこうやって、まあ、スマートフォンに差し込んでヘッドホン、確認してるんですよ。で、毎日消費される時間が膨大すぎる。で、その夜中に起きてた現象でね、その心当たりのあるところが、夜中の3時でしょう。で、斉藤真美アナウンサーも結婚話しに来た方で、朝の報道番組から降りてくれっていうことを言って、それは朝日放送にですよ。テレビ朝日からもそうですけども、言ってるのに、まだ朝の報道番組で出すでしょう。じゃあ出勤する時の時間帯、起きてる時間帯とかが、その時間帯ぐらいなんじゃないですかって考えたら合ってるでしょう、整合性。で、それプラス、やっぱり海外のスポーツ、
一応前日にね、その結果どうなってるかなっていうところで、例えば阪神タイガースのオープン戦の結果だとか、いろんなものがこうワンセットになって、スポーツナビっていうものがあるんですよ。そのアプリを一旦ダウンロードして、それによってもう一度つなげられてる可能性があるから、今日の朝、10時ぐらいにもう一度そのアプリは削除したんですけども、これきりないんですよ。だからテレビ見てる状況でもない人をと電波でアクセスするのはもうやめようと、まあ、そういうような形で物事を、行ってもらわなければきりがないのと、それとその山本キッド則文さんの声でね、結局夜中の3時過ぎに、まあ、109号室あたりから聞こえるような形で音声は拾えてなかったから、電波で私の脳へのアクセスで、まあその方向から聞こえてくるような認識になるように、電波で脳へのアクセスで、音と声による攻撃。だから向こうは向こうで、淡井圭介に声をかけなかったから、夜中の3時過ぎに起こされている可能性がある。で、まあ、格闘技界に関しても、その海外との試合とかで夜中、日本時間の夜中とかに試合を組んでるのかなとかは正直思ったりとかします。で、それについてもう私が対処するような内容じゃないんで、そこを僕とつなげられても困る。で、いろんなところで話をつなげすぎてるのと、最終的にエネルギーの残存量問題を考えたら、結局仕事で稼ぎでしょっていう話になるのであって、本当はエネルギーを大事に使用しなければならないから、多くのスポーツ関係に関して縮小してもらわなければならない。チーム数とか、まあサッカー界で言うと、例えば2リーグ12球団制複数本拠地制度、経済的にも結局そうですし、でそういった内容が全然進んでいない。で、僕はそれを進めるべきだっていうことは発言してるけども、結局抗議されてる。エネルギーの残存量問題について前向きに対応してるのに、結局攻撃されてるっていうのが認識ですね。で、責任問題云々のところに関しても、その阪神淡路大震災以降なんですよ。メジャーリーグにプロ野球選手が乗り込むようになったのは、野茂英雄さんや一郎さんから、まあ、多数の方何十人と行かれてますけども、そこで結局、その試合が行われている時間帯、起こされている可能性がある。だからこれは、プロ野球選手、実際にプレーされている人たちの感覚で言うと、特にあのスポーツ、その後ね、選手辞めてから、スポーツ番組の、まあ、コメンテーターだとか、そういうふうな形で、23時だとか、0時00からの、スポーツ番組に出てる人たちからしたら、東海岸の方が時間軸はだいぶ違うから、夜中とかに試合してるからその方がいいとかになっちゃうんですよ。けど、それに僕は巻き込まれたら、たまったものじゃないですよね。他の人も、危機をつなげられて、起こされたりすると。で、これはサッカー界も同じ。だから僕は西海岸にしといてくれっていうことを大谷翔平にも言ってましたし、他の人にも言ってます。それは聞いてるはずです。で、正直、パドレス、去年もパドレスの千賀投手に関しては、結局僕は対応をせざるを得ない、あの、形になってるんですよ。最初僕は対応しなかったら、散々たる結果でしたよ。コントロールも悪かったし。だから、じゃあ夜中起きていられるか、明け方起きていられるか、朝からああいう風にやられる、昼間も車がずっと出入りする、車のドアの音もうるさい、喋ってる声もする、昼間寝れない。で、さらにもっと腹立たしいことは、もうこれはっきり言っときます、あの腹、今ちょっと、まあ、曇りかけてますけども、基本的にこちら側の方が、日光が入ってきて、暖かいんですよ。で、基本的に冬場とかはこちら側に、布団を敷いて寝てます。それは気温によるものであって、それは、まあ、光熱費云々の部分でもあるし、まあ、エネルギーの残存量問題とか考えたら、だいぶ違うっていう部分になるんですけども、こちらの部屋で、まあ、もう部屋に入っただけですごく、気温、低いなっていうのがよくわかります。これ、温度計なんですけども、ちょっと見えにくいですね。右下のところ、ここ。ちょっと明るいところに持っていきましょうか。9.7 度。家の中で。時刻は
3月2日の12時過ぎ。比較的今、あの3月上旬にしては、冬の気温みたいな形になってますけども、まあ、あの、まあ、真冬だったら、ここの室内だと、こう、息を吐いたときにね、暖房をつけてなかったら息を吐いたときに、あの、白い、吐息、まあ、要するに、あの、蒸気が見える、それぐらい、気温低くなるんです。で、この部屋で、布団を敷くと、自分の体温によって、で布団が結局こういうビニール加工してるところに布団を冬場引いてしまうと布団がもうべちゃべちゃなんですよ、水滴で。それがね、畳と、まあ、その畳が優れてるところなんですけど、畳だったらそれはならない。だからあの向こうに布団を引きたいっていうことになるんですよ。で、そこで、ああいうふうに、アルバ整骨院によって攻撃してく、される。で、元をたどれば、先ほどの話に戻りますけども、2007年、フルスラパークのバーベキューコーナーに戻った時に、その、アルバ整骨院を建てようと企んでた奴らが、バーベキューコーナーに来ていた。で、もうそれも、今の証言でもう、バレた後なんですよ。で、昔も多分、最初ここに建てた時、フルスラーパークのバーベキューコーナーに何かそういう風なものを建てようだろうなんだろう言いに来た人間がいたのかもしれない。それが一番最初の、そこのね、道をもう少し、左手の方に、行ったら突き当たりのところに春山整骨院1号店があるんですけども、あの春山整骨院自体が、もともと本当は神戸市兵庫区港川駅の近辺の商店街の中にあったんですね。だからどういうふうなお金の周りでそういうふうにな、建設されたのかわかりませんけども、もともとハリキューマッサージ屋自体は、アリの仲間にもともとあったんですよ。藤原台にも、もみの木整骨院っていうものがもともとあった。で、ブックオフっていうところが、昔あったんですけども、今、中古車のオートバイの、店舗の向かいの建物なんですけども、あの並びのところにも、ハリキューマッサージ屋があったんですけども、すぐに潰れてます。倒産してます。もともとハリキューマッサージ屋は、稼げません。大した金額は。で、倒産します。で、そこは持ちこたえてるところがなんか変なんですよ。スポーツ業界が変な考え方でお金回したりしてませんか？その元はどうなってますかって言ったら税金なんですよ、大体。本当ですよ。東京オリンピック、使用された税金金額、9600億円以上ですよ。で、何をしてるかって言ったら、せっせせっせと、しなくていいことをして、エネルギーの消費をしてるっていうことになるんですよ。だからそこで商業原理の話に持っていって、実際的に、需要と供給の問題でもあると思うんですよ。本当に必要とされてるかどうか。その辺のところが商業原理の本質であって、行うべきかどうか、必要な事業かどうかということになってきます。で、どうしても仕事の数の方が絶対的に足らなくなります。もともとがそういう社会なんです。で、第二次世界大戦や第一次世界大戦は資源の奪い合いで、発生しているものなんです。結局、資源の供給ができなくなると、まあ、ガソリン、石油ですね、ガス、食料、スーパーマーケットに並ばなくなる、ほとんどの国の人が、死にます。50億人以上は。私が20歳ぐらいの頃の石油の採掘可能埋蔵量が69年分で、2011年ぐらいのデータが、54年分で、これね、僕のホームページに書いてる内容とか、精神病院に入れられてる間とかに、文字変えられたりしてる、数字変えられたりしてる跡があるんで、それちょっとあんまり信用しないで、ください。サイバー攻撃を受けてるか、自宅に不法侵入されていられてるかのどちらかですね。で、あと、普段普通に生活していたとしても、サイバー攻撃で文字を変えられている形跡があります。で、まあ今までその精神病院に入れたその内容とかはね、結局、春山整骨院に来てる連中とかが過度に怒らせている、ね。で、まあ一応まあ天気のことにも触れておきましょうか。さっきと比べてだいぶ日光差し込んできたでしょ。これが本当の話であって、まあ範囲狭いですよ。だけども、まあ、こ
この動画をアップロードしたりとか、そういうふうな形でもまだ変わるとは思うんですけど、まあ、結局のところね、その、淡井圭介と結婚話した人たちとかも、その、自主的に自分から電話をかけて解決するとか、もうほったらかしにしたりだとか、まあそういうふうなところがね、結局、どういう形に似てるかって言ったら、お金をしっかりと払わない経営者と同じなんですよ。まあ今まで何回か言いましたけども、例えば1997年、8年、99年、フルーツラパークで働いていたとき、人材派遣会社ファインハイゼンから、現在名称ファインスタッフという名前なんですけども、残業手当とかはなかった。それは完全に脱法行為なんですよ。で、その当時の社長であった金井健一さんか金井健一郎さん、金井健一さんだったと思うんですけども、その人もここ歩かされてるんですよね。で、僕の横通り過ぎてるんですけども、どこか見たことあるなっていう感覚しか正直ないんですよ。今から20年以上前の話ですから。で、結局、この科学による統治の仕方がかなり問題あるのと、あと警察に関しても、どこからどこまでその状況を把握されて動かれてるのかなっていうのはあるんですよ。一応この間、その、ゲオという、レンタルショップで、ダイヤのエースという、まあ、野球漫画の本を、まあ、アクト2十何冊借りて、その日のうちに返しに行ってるんですけども、まあ、そこでね、その近くに、セブンイレブンが、出来上がっていて、まあ、そこにね、待ち伏せするような形なのか、たむろしてるのか、まあ、そういうふうな連中とかが、例えば、声かけてくると。複数でいる。一人でじゃないんです。いつも複数なんですよ。その時点で、わかるでしょ。卑怯かどうかとかね。で、そこへ先に警察官の人が、パトカーで行ってくれる。まあ、何か言ってくれてるんですけども、ね、どんどん明るくなるでしょう。これが現実。で、まあ、警察の方も、状況を見極めて対応してくれてるんですけども、それも借りたものの内容でしょ、はっきり言って。だから少年野球の漫画の一体どこが悪いのなんですよ。で、悪いのはゲオという会社でしょって。なんで君たちが繋がってくるのっていうことなんですよ。君たちがゲオという会社と繋がっていればいいでしょっていうことなんですよ。で、その警察官パトカーがいなくなった後、やっぱりその2名の男性はこっち側に、本当に来たからとか言ってるんですけども、それは鬱陶しいんですよ、こちらからしたら。どこの誰かわからないから。それがストーカー行為法違反。つきまとい行為。先に自分たちがその地点にいるから、先回りしてるからといって、それがストーカー行為法違反にならないか、なるかならないかっていうと、なる。そうしなかったらキリがないから。待ち伏せ行為が、成立してしまうでしょ？合法化されたらダメでしょ？で、その結婚話女の人たちの場合は、それは普通に話し合いをしてくれたらいいのであって、そこで、この日々ストレスのたまる状況と、結局その方法だと裁判妨害なんですよ。わかります。僕は証言集めようとしたりとか、そのテレビ出てる人とかの、その心の声でこういうような対応をされてるとか、結局、以前のニュースだったとしたらね、もうその人が、もっと過度な年齢になっていて、もしくは、例えば、その人はこの間のニュースでは74歳という表記をされてるんですけども、これテレビ局でよくあるパターンなんですけども、以前の、放送をそのまま使っていて、その人の実年齢がこう加算されていく。で、74歳の、まあ、議会では元気に喋られてますけども、ちゃんとハキハキして、その認知とか、認知症とかにはなってない状態で、対応でき、そう、証言者として対応できそうな、方に見受けられますけども、実際今電話をかけてみたら、もうその頃は本当は60何歳でだとか、そういう可能性もある。で、あの手のニュースは、今までたくさん、放送されているので、ちょっとよくわからない。
まあ、なんとなく僕の件とかを持ち出してきて、何かを正当化しようとしてきたのか、うん、まあ、もともとコンビニエンスストアとかでも良くない雑誌とか、エロ業界のね、ああいうふうなものを置いてる時点で、本当は警察官が素早く取り締まらなきゃならない。そうじゃなかったら、性犯罪者が増えるから。まあ、それはもうはっきりとしたデータでわかることであって、で、その、インターネットの普及によって、それで警察官の人たちが、まあ、泣いてしまっても困りますし、すべての警察官はそうじゃないんですよ。ちゃんと取り締まってる方は取り締まってくれてますから。アダルトコーナー置いてる、ツタヤなんて、今まで通算、500店舗以上倒産してますから。チェーン店と言いながら、各一つ一つの店舗に小分けして、もしかしたらそこの一つの店舗を独立化みたいな形にしてるのか、その辺はよくわからないですよ。けど、ゲオという名前でチェーン店として使っている以上、まあ、先ほど伝えて、今度はゲオの話してますけども、同じです。アダルトコーナー置いてるか置いてないか、まあ、一応アクト2を開始に行った時に、遠目からね、のれんがかかってるかどうかのところあるかなと思って見たんですよ。そしたらまだあって、取り締まりできてないなっていうのが僕の感想であって。で、なぜ社会全体がこういうふうな形になっているのかっていうところの大きな謎はありますね。だからその辺のところで何でもいいやっていう形になるんじゃなくて、しっかりと取り締まる、そういうものを、撤去させる。じゃなかったらきりないですね。本当に。まあ話がだいぶそれましたけども、まあ、佳子さまや結婚、話をしてきた者たち、まあ、人たちへのメッセージと、あと国会議員の方たちや警察官の方たちへという内容でこれを送ってるんですけども、あとは、まあ、精神病院のそのお医者さんたちもね、僕はどういうような状況だったかっていうところを一から順にちゃんと追って話聞いていったら、説明してるんですよ。例えば、宝塚三大病院の、先ほどの続きなんですけども、容量がなくなったので、ちょっとダイヤのエースを借りてきた、そのギアを、別に特に変なもの借りていないっていうことでね、これが、まあ、一つの記録。まあ、当日すぐ開始に行っています。2月の29日。で、こちらも、特別ということではないですね。まあ、ワンピースとか、はじめの一歩とか、まあ、ベルセルクはちょっといろいろあって、まあ、一回、ああいうような形で作者がお亡くなりになったというような形に変えて、謝罪をするような、一文書いてもらって、スタッフの人たちで、その後継続して、まあ、その、いろんな意味でね、そのエロシーンもいらないし、その、変なシーンいらないから、そういうのなしで、しっかりとした作品を、まあ、描かなきゃダメだということでね、そういう部分もあって、まあ、確認込みで、まあ、見に行っています。もうこれももともとフルーツラパークで1997年、8年働いて、8年かな、働いていた時に、まあ、後輩のものから、まあ、あれこれ、こういうふうな本があるんですけどもとか、なんかそういうふうなことをね、言われたか、何か、どういうふうにした方がいい、ああいうふうにした方がいいとか、まあそういうふうなところから。で、結局、その、いろんな人たちの話の証言から聞くと、まあテレビ局に関わった人間とかキャラクターとして描かれたりだとか、だからそのテレビ局と関わったまでの範囲になると、CM でまず大きな企業が大体関わってるでしょ。で、学校とかも関わったりするから、結局全員関わるような形になるんですよ。だから何でもありになっちゃうから、だからその辺のところは、物事、しっかり対応しなきゃなんない。その世界が、その、当然だと思い込まされたりとか、僕の場合は、まあ、精神病院何度も入院させられたりとかして、その自分の証言とかを表に公表することは、怖かった。で、逆にそれが、正しい認識っていうものを、まあ、警察官の人たちとかでね、持ってもらえなかったっていう部分、あとは精神病院の、医者の、まあ、先ほど高永という医師、宝塚三田病院の人の話をしましたけども、その人にもだいぶ経緯伝えてるんですよ。だけどもダメですね。覚えてくれないんですよ。だから、
そのこの社会全体的に、まあ、結局その何が悪いかっていうのがはっきりしてるのに、それをずっと継続して続けてしまう、だからそこなんですよね、問題点は。だからアダルトコーナーを置いてるレンタルビデオショップはアウトですって、これは法的に、裁判所の判決があってって、そういうテレビの放送すればいいんですよ。でテレビ局もアウトでしたっていうことになるでしょ、ベッドシーンとか。それでいいんですよ、いろんな意味でね。例えばその女優だの俳優だとか、役者だとか、まあそういうふうな形でドラマとかに出て演じられてる人たちとかで、ベッドシーンとかがあるでしょ。例えば上半身裸なのか全裸なのか知らないですよ。でじゃあ複数の人間とワンシーンワンシーンごとにね、違うかったとして、複数の人間とそういうふうなシーンを撮影してる時点で、知ることが大人としてしいいことじゃないじゃないですか。そういうふうな形でお金稼ぎをするっていうことがね。結局、エロとか恋愛感情とかを売り物にして金を稼ぐっていうのは、それは違うでしょっていうことであって。まあ、かたやスポーツ業界の方は、過度な、スポーツチームを作りすぎて、まあ、実質的なところで、社会に役に立ってるかっていうと、そうじゃないっていうところを、それは、強く戒めてほしいっていうことは投げかけてるけども、結局 J リーグに関しても全然、規模が縮小されない。球団数とかを整えてっていうことですよ。だから企業間で変に税金とか出回ってしまって、何でもありになってしまってる。かたや、雇用助成金とかがないと、例えばラーメン屋さんに例えると、その雇用助成金を出してもらえるのは、ラーメン屋さんにとっては、非常にありがたい話ではあると。だけども、大企業にとっては、過剰な純利益を生む。で、その純利益から高いビルを建てたりとか、余計な建物を建てたりとか、余計にスポーツチームを作ってしまったりだとか、スポンサー料金を出してね。だからそういうふうな形で、スタジアムの建設費用と土地代込みでね、全て自分たちで返済できるかって言ったら 100% 無理なんですよ。プロ野球業界でもほとんどの球団できません。で、もともと電鉄関係のところが、まあ、プロ野球球団を所有してたんですけども、もともと電鉄関係もね、地方自治法で、地方公共団体ということになってるんですよ。で、もっと税金で鉄道を敷いたりしてるんですよ。だからしっかりと給料が出るところ自体がそういうふうに税金の混ざり込んでるところっていう形になってしまうんですけども、その世界から早く脱却しなきゃなんない。それをしないからいつまで経っても余計な建物をずっと作り続ける。必要ないのに。ショッピングモールとかね。ずっと内部で倒産してるのに、いろんなフロアで。まあ、ちょっと話それましたけども、だからまあこれが、まあ、何回も同じ話になってしまって申し訳ないんですけども、まあ、佳子さまだとか、これはその状況であって、合う合わないの話。話するしないの話。だから僕も相当悩んでるんですよ。で仮に僕は結婚希望相手を上夏美に変えたとしましょう。で、それで上夏美が僕だってその辺の話ちゃんとするのかなっていうところでよくわからないんですよ。急に家の中に母親がね、まだ生きていた頃、母親に連絡をして、家の中にいたのか、もうその時も介護状態でほぼ寝たきりの状態なんですよ、母親。だからそんな状態で家の中に、入り込んでる時点で、僕からしたら、それもしたらあかんやろって、ちゃんと僕に話通してから家の中入らなかったらっていうことになるじゃないですか。で、あと、まあその頃はもう宇賀夏実は結婚してる状態になってたと思うんですけども、宇賀夏実のその、ウィキペディアで。で、もう一つ向こうの先の、集合住宅の、まあ、近辺のところ、入り口というか、近くというか、まあ、そのところで、立っているときに声をかけても返答がなかったんですよね。だから僕もどう対処したらいいかわからない。本当に。で、その、おはよう朝日に関しても、以前のその斉藤真美という人間が、早朝番組に出ていた時の映像を何回も使ってるのかどうか、なんとなくそういう気もするでしょう。
例えばシャンプーハットという芸人の2人に関しても、僕と同じぐらいの年齢か年上じゃありませんでしたっけ。じゃあもう50近いでしょうか、それぐらいの年齢でしょう。っていうことは以前の映像そのまま使ってますっていう話になるんですよ。で、斎藤真由も今年で30、今35かな、で今年で36、上夏美もそれぐらいでしょう。だから40手前。もう純利益とかも見たら、関西の方のテレビ局はあのコロナの時にどこの企業も純利益なんかなくなってますから、赤字です。まあ、それ回収に走って以前と同じ VTR をその使用して、あのもう丸々の出演者も今、テレビ出演者じゃない人間の声で正解っていう声を聞かされてるんですけども、女性の声なんですけども、もうどこの誰かわからない声を電波で正解って言われてもわからない、その人が自分の名前を名乗らないから。この映像を見た時の時間軸からの声かけか、心の声で言ってきてるにしても、自分からあの名前と住所、電話番号を名乗らないと確認のしようがない。あなたどこの誰なんですかって聞いて、でテレビ局の制作スタッフじゃなかったらそれはもうわからない。テレビ局の制作スタッフじゃなかったら、あの神がかり的な力とかでも若返ってこう見えたりするような形に持っていけるし、それプラス女性の場合だったらメイク、まあ男性出演者の人たちもメイクを使用している人は使用しているみたいですけども、もうそこまでされたらわからない。本当にな、今日一日の過ごし方も非常に悩んでいます。もう今で、結局12時46分なんですね。で、これ動画をエクスポートといって、さっき、家の外から本を鳴らしてきた人間が存在するでしょ。あれが挑発行為。挑発行為っていうのは、民事でも刑事でもあります。刑事訴訟でも、民事訴訟法でも。民法とかにもありますんでね、刑法で。な、刑事訴訟法、民事訴訟法であるっていう言い方であってるんです。だからその辺のところを強引な形で、顔を取ろうとしたりとか、そういうような顔を潰そうとしてる連中とかたくさんいすぎる。で、春山整骨院の人間とかも声をかけてくることによって、こちらの顔を取ったり頭なんか取ったりしてきてるから、だからその辺のところに関して、裁判所が早期に対応しなければならない。非人道的すぎる、本当に。で、一人の人間を悪党扱いにして精神病院に入れて、世間に違法行為で銀行を通してお金をジャブ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 流していたんじゃないかというところが僕の見立てなんですね。それは過度の違法行為だから、それはもう絶対しちゃダメ。で、あと、今からこの動画をつなぎ合わせるんですけども、この動画と、これと、これがまあ 3GB ぐらいあるんですかね。で、今撮影した内容もまあ 1GB 近くになるのかな。まあメガバイト、今10何分ぐらいだからメガバイトでは収まるとは思うんですけども、まあこれつなぎ合わせるのに、かなり時間かかります。1時間ぐらい。で、それを今度、YouTube にアップロードする。もうそれだけで半日。なくなっちゃうんですよ。半日近くね。これは僕の毎日。この変な方法で会う方法っていうのを考えてる人間はどうかしてるし、あと、この間ニュースお帰りを見たんですけども、斎藤真美アナウンサーをそこに戻しといてもらえませんか。川田明子でしたっけ、川田なんだったかな、もう名前忘れましたけど、もともと読売テレビのアナウンサーだった人間がフリーになって東京行ってまた関西に戻ってきてるっていうケースなんですけども、斎藤真美をそのニュースお帰りに戻しておいてほしい。で、もともとその早朝番組に行った時のパターンが、テレビ局の責任でしょって、そのスポーツ番組とか放送していたのはって。で、そのスポーツの勝ち負けとかで利益を得ていたのは、テレビ局の人たちなんだから、ずっとね、もう長年何十年も。で、僕の方には直接お金払わないで。で、勤務先では、お客さんとして来た、全然話にならない。僕は、労働基準法すら守ってもらえてなかった、勤務先で。僕にお金を渡さないと、直接。
まあ、それは口座への振り込みでもいいんですけども。だから、その僕の日々置かれてる状況と、そのストレスとかを理解してほしいっていうところですね。まあ、昨日も我が天下というゲームと戦国武武っていうゲームしてないんですけども、もうそれをもうしたらしたで、春山整骨院の方から夜中の1時に車の音、バタンっていう電波での攻撃をされるんですよ。それが春山整骨院が昔開けていた、その2010年ぐらいに、ここの再オープンさせたところが、まあ最初の方、0時00になっても、車が出入りしている。誰かが来ていると。まあもう全員帰る頃の時間帯とかになってくると、まあ夜中の1時とか。これで怒るなとか言う方が最初から無理だし、これはまあだから警察官の人の電波の声とか村木署長の声とかですまんとかいう声とか聞こえてきてるんです。昔いた、そこの有馬警察署の署長でね。だから、一回行われた、はっきり言って犯罪ですよね。これだけの金額を犯していたら。だからそれが裁判所しっかりと裁かれないような形で放置されていって、で、同じような形で、再発してるっていうのが今の現状ですね。こちらからテレビ朝日や朝日放送に対して、行ってほしいことは、とにかく斉藤真美アナウンサーを夕方の方に戻して、もう朝方には出さないでほしい。もう何が要因で夜中起こされてるのかっていうところをしっかりと解明した方がいい。でも最終的な結論として、夜中の番組と明け方の番組いらない、本当に。もう朝の8時からでも10人分に早い。朝早くに起きる人間が増えたら増えたで、それは厄介ですから、本当に。例えばそこの春山整骨院、朝の早い時、もう6時ぐらいから車が来て、なんか中入っていって、で、まだ出ていってって。で、代わる代わるいろんな人間が来てるから、いろんな人間が鍵持ちすぎ、本当に。そういうのがこの近辺で流行ってしまった以上、感覚はみんなおかしくなるから、会社の鍵を複数の人間が持ってもいいとか、そういうことじゃないから。普通どこの会社でも、役職の人間が鍵を持つ責任を持って、鍵開け、鍵閉めを行うって、こういうことですよ。まあ、もうとりあえず、これで、動画、エクスポートつなぎ合わせてアップロードしますね。だからもうアップロードする頃には、まあ、14時ぐらいにはなって、まあ、もう回ってるでしょうね。もう1時前ですから。以上です。もう、切りありません。